フリッツ・ブンダーリヒは、ドイツのテノール歌手。日本語では、ブンダーリヒ、ブンダーリヒ、ブンダーリヒなどの表記も行われる。現在のラインラントップ・ファルツ州クーゼルに、フリードリヒ・カール・オットをブンダーリヒとして生まれる。父・パウルは、チューリンゲン出身で、チェロ奏者、カッペルマイスター、合唱指揮者として活動した人物で、母・アンナは、エルツ・サンチ出身のバイオリニストであった。 クーゼルで少しの間エンリックス・ブラウス・チブルという食堂を経営した後、父パウルは音楽活動を再開したが、地元のナツスによって地位を奪われた上、戦争で重傷を負い、絶望してフリッツが5歳の時に自殺した。その後の家族の暮らしは厳しかった。アンナは音楽教師をし、フリッツは幼い頃から各種楽器を習得し、 母や姉妹と合奏を楽しんだ。後には音楽の勉強の学費のためにダンス音楽の演奏などもした。フリッツは若い頃より様々な集まりで娯楽音楽を演奏し、カイザースラウテルンで声楽の手ほどきを受けた。伝えられるところでは若い頃のフリッツはパン屋で働いており、彼の天性の美声と、 音楽的素質を見た近所の人々や通りすがりの人々の繰り返しの勧めで声楽の勉強を始めたという。この話の真偽はさておいても、フリッツはその後奨学金を得て1950年から55年にかけてフライブルク音楽大学にて初めにホルンを後に声楽を学んだ。公式的なオペラデビューは1954年。 フライブルク音楽大学の講演における、モーツァルト、魔キのタミーノ役であった。そして1955年には早くも、シュトゥットガルト州立歌劇場と契約を交わした。そして、急病のヨーゼフトラクセルの代役として、またも、タミーノ役でデビューを果たし、一晩にして、スタートなった。この代役は、本来ならば、ボルフガング・ビントガス戦が務めるところを、 新人のブンダーリヒのために譲ったものであった。1956年に、ハープ奏者のエヴァ・ユングニッチュと結婚し、二人の間には、コンスタンツェ、ボルフガング、バルバラの三人の子が、それぞれ1957年、1959年、1964年に生まれた。一家ははじめシュトゥットガルトで、後にミュンヘンで暮らした。 1959年からは、ミュンヘンのバイエルン修立歌劇場にて最初は、客演翌1960年からは、雑木歌手として、契約を交わす。また、1962年からは、ウィーン国立歌劇場と、客演契約を交わし、翌1963年からは、雑木歌手として、死ぬまで在籍した。その他、1959年以降、 ザルツブルク音楽祭に定期的に出演し、ベルリン、エクスアンプロバンス、ベネツィア、ブエノスアイレス、ロンドン、エディンバラ、ミラノなどに客演した。バリトンのヘルマンプライと親しく、共演も多かった。ブンダーリーヒのキャリアはその頂点で立たれた。1966年、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場デビューを数日後に控え、 自身の36歳の誕生日を目前にした9月16日、マウルブロン郊外のオーバーデアディンゲンにある友人の別荘の階段から転落して頭蓋骨を骨折し、翌日ハイデルベルクの大学病院にて没した。シューベルト、美しき水車小屋の娘のスタジオ録音を終え、レコード発売を前にしての悲劇だった。結果的にこれが遺作となり、 三大歌曲集の残り二つ、冬の旅及び白鳥の歌の全曲は一部曲を除いて永久に録音されなかった。遺体はミュンヘンの森林墓地に埋葬されている。ブンダーリヒワーにオクターブを超える輝くような澄んだ声で知られ、また当初より自然でわざとらしさのない演技、かつ高い技術を決して失わない歌い方で知られた。波外れた。 音楽家としての集中力と才能を持ち、それを役に投じることができた。今日に至るまで20世紀最大のテノールリリコでは、ないかと目され、少なくとも、ドイツの歌手史上最も重要な歌手の一人と、みなされている。ルチアーノ・パバロッティは1990年にインタビューで、歴史上最も傑出したテナーはと聞かれ、フリッツ・ブンダーリヒと答えている。当たり役には、 モーツァルト、マテキのタミーの、高級からの誘拐のベルモンテ、ロッシーニ、セビリアの理髪師のアルマビーバ、リハルト・シュトラウス、無口な女のヘンリーなどがある。特に東大最高の、モーツァルト歌いとしてその水準を高め、その業績は現在でも評価されている。また、シュトゥットガルトやシュベツィンゲン音楽祭では新作オペラの初演にも立っている。特筆すべきは、 ハンスプフィッツナーの歌劇、パレストリーナの卓越した解釈である。またオペラの他にも、オラトリオ、オペレッタ、歌曲から、娯楽音楽まで、そのレパートリーは幅広かった。フーベルト・ギーゼンと組んだフランツ・シューベルトや、ロベルト・シューマンといった、ドイツ歌曲の演奏は、今日でも愛好者が多い。宗教曲として、カール・リヒター式のバッハ、クリスマス・オラトリオ、 歌付き公共曲として、オットクレンペラー式のマーラー、大地の歌など。その演奏は、多くの放送番組、西ドイツ放送、南ドイツ放送、バイエルン放送や録音に記録されており、没後も繰り返し再販を重ねている。なお、ブンガーリヒが活躍した時代のドイツでは、オペラは、言語ではなく、現地語で上演することが、一般的であったため、 ブンダーリヒのオペラ作品の録音も、ベルディの、リゴレットや、ドンカルロなどはじめ、大半がドイツ語で歌われている。ありがとうございます。